どうも、マサです、今回はですね、転職について、話していこうかなと思います。で、僕今ドイツに来て5年目になるんですけども、こっちで同僚とかとその転職とかですね、いろいろ友達とかとも話したりはたまにするんですけども、ほぼほぼマイナスなイメージとかですね、考えを持った発言はないですね。もうどちらかというと、もう転職はポジティブで、自分はこういうふうになりたいんだ、今後。で、そのために今の会社で、下積みをしているとかですね。で、もっとその給料を上げたいとか、で、もっとこういった技術を身につけたいとかですね。いろんな、どちらかというと前向きな発言がすごく多くて。で、もうほとんど、やめなよとか、なんかあまりそういうのは聞いたことはないですね。これは大きくその日本と違いは出てくるのかな、考え方の違いは出てくるのかなというふうに思っておりまして、僕がその日本にいた時ですね、当時、最初の会社、20代前半の会社なんですけども、僕も何回か転職はしていて、最初その辞めるときにですね、やはり、転職という、転職退職というものに対しては、非常に、ポジティブではなかった、どちらかというと、マイナスなイメージだったんですね。やはり、家族とか、周りの友達とか、心配してくれたりとかですね。するような、そういう、状況だったんですけども。で、今、多分、それはもう、結構、薄れてきてるんじゃないかなというふうに感じてます。日本でも、もう転職というものは、できやすい環境になってきていて、で、なおかつ、転職する人が増えてると思うんですね。ただ、昔よりかは今の方が動きやすく動いている方々が多いっていうふうに受けられるんですけども、やはりどこかで終身雇用という言葉がやはり強い部分があるんじゃないかなというふうに思ってて、最初に入った会社がでずっとリタイアするまでいないといけないっていうのはまだどこかであるんじゃないかなとも感じてます。ドイツとか、日本、外資系に入って、考え方がいろいろ変わった部分があっての、今のコメントなんですけども、転職をもし考えていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、転職は悪いことではないと個人的には思っているので、行動された方がいいんじゃないかなと思います。で、ドイツと日本、違いは当然あるんですけども、日本が今少しずつ変わってきているように、こっちの、そういう考え方が、日本にも、来てるんじゃないかなっていうふうにもありますし、もちろんアメリカとかですね、そういうのも来てるんじゃないかなというふうにあって、若手がしてる方々も多いかもしれないですけども、転職に関しては全然マイナスイメージではなく、前向きに自分のスキルアップやですね、キャリアハイに向けて動くのは全然問題ないと思います。で、あとは、ちょっと、職場でね、ちょっと精神的にきついとか、いらっしゃる方々がもしいらっしゃいましたら、転職というのも一つ環境を変えるということで頭の片隅に入れてもらえればいいんじゃないかなと思います。やっぱり環境を変えることで、ちょっと楽になったりとかね、したりすると思うので、実際僕もそういう経験が昔あったので、一つの案として、転職というのも頭に入れておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。おそらく今はもっと違うんだよとかですね。そういうふうな、思いもあるかもしれないんですけども、今僕が感じた、
感じている転職についてちょっと話させてもらいました。どうもありがとうございました。ではまた次の動画で See you in my next tube. Ciao!